こんにちはす。どうも、スケイです。今回 WW2 のチームスマッチやっていきたいと思います。さあ、まだこの新しいモニターにしてから目が慣れてない私でございますが、頑張ってやっていきたいと思います。距離感がな、どうしてもな、今までやってた距離感より近いから目がほんと慣れないんだよな。あと画質が綺麗すぎるっていうのもあって、綺麗すぎて文句言ってるわけじゃないんだけどな、なんかやっぱ目が慣れないっすね。だからすごいね、モニターから離れてやってるんで、マイクもちょっと遠くなるので、ちょっと音量とかちっちゃいと思うんですが、ご了承ください。そして新しい PC になってね、まあ、このキャプチャーボードの方も取り直して、まあ、画質とか一応設定まだね、細かくしてないんで、ノートパソコンで上げてた時よりも画質多分悪いんですが、その辺はちょっと、まあ、おいおい調節していきますので、よろしく、ご了承ください。もうカミカミだしな。エイムも終わってますね。ナイスカバー。もうカバーないと終わってた、完全に。さあ、スモーク投げて。もう、ウォーのカスタムだから、スモークとかいう変なのが言ってるけど。こっちだな、来るんだって。さあ、こっから。いや、こっちだな。待って、今の死んでないの？うわー、トリプルキルだったらもう絶対に乗ってるカメラ。相手パーティーなんですよ、3パーティーで。で、ちょっとね、まあ連携力が足りない分、こっちもね、ノラと連携頑張って取っていきたいよ。全員ノラだけど。いやー、サイドからの LMG は草。で、この SCG ね、エピック当たったんですよ。レッド、名前なんだ、バロンか。これ当たったんですけど、あと1回ロングショット取れば、金迷彩取れるんで、ちょっと頑張ってね、やってるんですけども。さあ、パーティーで固めているぞ、こっち。ロングショット1回取りたいね。残念。ちょっと点差がまずいことになってるな。空手の、ああ、これ、三角、あれか、SDG じゃねえから、ロングショット、ここ取れる気がするんだよな。ここの距離では無理だけど、スモークでちょっと目くらましてからの、きついっすねー。サブマだから、これ詰めてるかな。あれは確実にロングショットだな。抜けないかー。裏怖いな。大丈夫か。いや、あれ抜けたな。ナイス、ウエナイスカバー。さあ、10点差。まあ、地上戦で結構ね、点差離れるときついとこあるんだけど、まあ、頑張っていきたいよね。ああ、待って、いたな、今。さあ、ちょっと待たしてもらおうかな。いやー、だよねー。どんだけ一人に対して突っ込んでくんねー。連携力があるからこそできる技だって。ノラだったらできないんだよなー、これ。ああ、きついぞ、これ。センター3人もいらないな。残ったな、上。上いるな。オッケー、逃さないよ。危ねえ。オッケー。登ってくれ。うわー、勝ちたい、そこ。ああ、味方 SR いんのか。ほんと、自信に切らないからな。SR の自信に切だけは。大抵8割9割先般なやつしかいないからな。言って悪いけど。
LMG はきついな。百式か、わかんないけど。先般こいてても使う武器、同じ武器使い続けているからな、マジで。本当にマジそういうやつらの頭本当見てみたよな。本当に迷惑っていうコタン概念がないんだろうな、自分の中で。いるな今。赤手を見てくれ。ナイスカバー、それは素晴らしすぎる。センターいない。まだ来る。ナイス、素晴らしい。わあだよな、そこ湧くんだけどな。知ってたけどやられるやつやな。さあ2回警戒、いないかな。2回見つつサイド見て、こっちから行こうか。まだいるかな上。でもセンター誰もいないってことはまだいるかもしれないな。これ大丈夫か。今ので死ねよ。びっくりするやん。ここさえ陣取っとけば俺勝てると思うんだ。ちょ下か行くわ。下かちょかかけるわ。ナイス。まだ来る、まだ来る、絶対まだ来る。お前角コーン分かっとんねん。逃がして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 。さあ点差1点差やから、いけるいける、全然いける。待つか。だいぶこのセンター陣取ってる。クソイモちゃになってるが。わあ、まあ1キルはできたけど、瀕死キル取っていくぞ。俺この銃剣キルってほとんどしたことないんだけど、これいける。あーくそー、3点ビハインドきちいな、この点差で。いやまだわからん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 、まだわからん。諦めんな、お前らな、いける、俺は信じてるぞ。そうそうそう、いけるいけるいける。裏がいた、裏がいた、裏がいた。大事にいけ。よし、オッケー。あーくそ、あーもうお願いお願い、ちょっと待って、頑張って。よっしゃ、ざまみろクソ野郎。やったぜ、ナイス。本当に敵かな、 VC なんかたまに音入ってたの味方かと思ったけど、いやナイスすぎる。あーめっちゃ心臓に悪い。74対74の時は本当に心臓悪いわ。最後死んでやつがもう先般になるからな。1位がどんだけキルしてても本当に最後死んでつが先般だから。あーよかった勝てて、まあなんとか勝利に導けてよかったかなと思います。これでまあサプライも来てくれりゃ万々歳なんだが、どうですかね。ちょっと来てくれ。おお1個上じゃねえかよ。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。